ジャンジ・ロドは、フランスの外交官、劇作家、小説家。オートイコール・ビエンヌ県の小という、ベラック生まれ、ナチス占領末期のパリで死去。1882年、土木監督の父・レジェと、母・アン・ヌ・ラコストとの間に生まれ、父の転勤に従う。1887年、アンドル・ケン・ペルボア・ザンの小学校へ入る。1893年、アンドル・ケン、 シャトールーのリセに進む。戯曲作りを試みる。1898年、シャルル・ルイ・フィリップとエドモン・ロスタントから励ましの返唱をもらう。1900年、パリのリセ・ラカナルに旧非正として移る。1901年、リセを卒業して兵役につき、1903年除隊後、パリの高等師範学校に進む。ドイツ語の優等賞を受け、1905年主席で、 卒業、旧非正として、ミュンヘンに留1906年、ハーバード大学のフランス語教師として渡米し。1907年、帰国し、ルマタン氏の文芸担当記者に就職する。小説を書き進める。1909年、小説集、田舎の人々を出版。売れ行きは良くなかったが、アンドレジットの目に留まる。1910年、 外務省政治経済局副領事見習来生となり、傍ら小説を発表し、注目され始める。1914年、第一次世界大戦に出征して、負傷、入院する。1915年、ダーダネルスで、諜報活動に従い、再び負傷、パリに戻る。レジオンドイコールヌール勲章コマンドゥールを受ける。1916年、共同士官として、ポルトガルへ、 ついで、アメリカへ派遣される。1918年、大戦終結、結婚。1919年、外務省に復帰する。長男誕生。1920年、フランス海外事業局に入り、翌1921年、局長となる。1922年、小説、ジークフリートとリムーザン人を出版し、バルザック賞を受ける。1924年、 中毒大使館秘書官として、ベルリンに赴任。短期間で戻り新聞情報局長となる。1926年から1933年、連合国村外評会委員会委員を務める。1927年、演出家、俳優のルイ・ジューベを知る。ジューベは当時、シャンゼリゼ劇場内のコメディでシャンゼリゼに一座を構えていた。ジロデでは、ジューベに励まされながら、 ジークフリートとリムーザン人をもとに台本を練り、1928年5月3日、初儀曲、ジークフリードの初演にこぎつけた。成功であった。この芝居は、ジュベと一座の人々とが作り上げた。台本は、無署名がふさわしいとジロドゥは記した。以降、ジロドゥは、次々と儀曲を書き、ほとんどを、ジューベ一座が上演し、さながら銅座の雑記作者であった。 ほとんどが好評であった。台本に、とがきが少ないのは、一座の意見を入れては、訂正を重ねたためという。ギリシア神話や旧約聖書などを下敷きにした版、リアリズムの新鮮な作風であった。上演の記録は、事故の、議曲にある。1934年、外交官領事の監督官となる。1936年、世界一周旅行をする。 1939年、第二次世界大戦の勃発とともに、ダラディエ首相に壊れ情報局長となり、ラジオ放送でナチスと対抗するが、1940年3月、ドイツ軍侵入による内閣の退陣とともに、辞職する。6月のフランス降伏後、一時、地方に疎開して、間もなく、パリに戻る。ジロールが死去したオルセイカ市通り89番地にある、 名番1940年から1944年の非占領中は、レジスタンスに協力し、ルイ・アラゴンらとも通じていた。1941年、拷問映画会社の文芸部長となり、シナリオ日本を書く。1942年、マルザックのアポロの走行を、大戦を避けて、南米を巡業中の10部に送り、リオデジャネイロで初演される。1943年、 ソドムとゴモルを十部不在のパリでドッキングの演出により初演する。パッシー墓地のジロデの墓1944年1月31日、尿毒症のため、パリ7区オルセイカ市通り89番地で、旧市、61歳没。7区サンドミニク通りのサンピエール・デュグロカイユ教会で、葬儀を営み、パッシー墓地に葬る。1945年12月22日、 以作、シャイオの教授を帰国したルイ・ジューベが初演する。1951年7月1日、故郷、ベラックに、ジャンジロ同記念碑が立ち、ジューベらが、個人の作品の抜粋を演じた。列の右端の括弧は、出版年。列の右端の括弧は、出版年。題名、劇団、劇場の順序に列記。下大、初演日、劇団、演出者。 劇場の順序に劣気。新しい番のみを記す。初版は1957年以降たびたび復刊された。ありがとうございます。